こんなとこでやられるなんて、来世はイケメンの最強ヒーローにしてください。さあみんな、転入生だ。転入生のルイの兄少年だ。ルイの兄少年、え、これが1年 A 組の新しい仲間だ。みんな仲良くしてくれるとありがたい。え、どういうこと、どういうこと、どんな人なんでしょう。興味深いな。では早速練習に入りたいと思う。ルイの兄少年が入るのはこの2人のチームだ。はじめまして、八百万桃と申します。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。八百万少女、個性は万能創造。体内から無生物を作り出すことができるんだ。よろしくお願いします。状況がわからないけど。俺は轟少年だ。まあできる限りサポートを尽くす。轟少年、個性は半霊半電。物を凍らせたり燃やすことができるんだ。最近はツイッターを凍結させに炎上させりするな。お前ネット界最強やな。私も凍結した。お前一体何したんだよ。オールフォーワンのツイートにえってリプ送ったら凍結したんだ。登録生みたいなことやってんな。これはどこに降りたらいいんだ、ももちゃん。そうですわね。ではまずは湖畔の別荘から行きましょうか。オッケーだ。オッケー、ググる。湖畔の別荘の行き方調べんなよ。あれ一人だけいないぞ。誰だ。やおよろずだけ飛んでる。なんで手をつなぎたくないのか。私でした、すいません。協調性がない。すいません。もう先生もっと叱らなきゃダメでしょう。いやーまあね、可愛いからよしとしよう。可愛いからいいのかよって敵がいる。オールマイト。なあどうした。285人、ヴィランが死に行くしかない。どういつ出すかお手を見せてくれ。ああ、今から私が行きたいと思う。あれ、どこだ。隣の家です。隣の家か、間違えたみたいな。あ、違います、逆です。あ、逆か。おっちょこちょいかよ。おっちょこちょいだね。おいと、この2階ですね、そこ2階。私が来た。ほら、死んだ。くそー、私が凍結させてやれ。そして、トドロキも行った。驚き少年、驚きさ、ヒーローになりたかった。うわぁ、私が仇を取った。ももちゃん。はい。確かももちゃんの個性は万能創造であってたよな。そうですね。何でも作れるの。何でも作れますよ。じゃあ俺もなんか作ってよ。いいですよ、何がいいですか。そうだな、じゃあお前のミルクが飲みたいぜ。いや、寒いわ。何も突っ込みないの。寒い。これ、トドロキ少年の個性が。いや、寒いさ、本当になんかさらに寒く感じた。ここでちょっと朗報なんだけど、個性使ってません。あー、これは地味に寒いやつやった。それは自前の寒さってやつだ。やめてくれ。逆にこれは温めてあげた方がいいんじゃないかな。ちょっと温めるか。温めてあげて。おい、ルイの兄。どうしてツイッターを見てみろ。ツイッターを。いや、めっちゃ通知来る、めっちゃ通知来る。なにこれ。ちょっとお前のツイッターを炎上して温めておいたぜ。おい、やめてくれよ。この下ネタクモ野郎ってめっちゃ書かれてる。八百万に変な風にしたら勝つぞ。ちょっと俺画面暗くして泣く配信していいかな。おい、オールマイト。どうしたんだい。お前ナンバーワンらしいな。ナンバーワンヒーローだね。おお、お前ナンバーワンでなんか辛かったエピソードとかないのか。強いけど彼氏にしたくないヒーローランキングで1位になってしまったことが非常に悲しかったね。ナンバーワンにならなくて。なんだっけ。やばいやばいやばい。ボケるやったら最後まで頑張れや。ちょっと、あ、固まった。うわー、やられたー。
と。私が来た子。私が来た子。サブ。トドロキ少年、個性いらないから今。全部もう本当に都合悪い時全部これ。いやーね、本当トドロキ少年ったらもう。今個性使ってないよね。いますね、これはまずいです。喜んでるように聞こえる。めちゃめちゃ嬉しそうだな。興奮してるのかい。マンションにいる、マンション。あ、大丈夫ですか。だ、敵を倒した。デトロイトをスマッシャー。見事に決まったな。さすがですわ。俺がナンバーワンヒーロー。今日のオールマイトな、やたらとナンバーワン主張してくんだよな。ナンバーツーの息子に言われてもね。ははは、煽る。めっちゃ煽るやん、エンデバーのこと。俺はいつか、あんたも越すよ。かかってこい。今無理やろ。ずるマウント取るやん。今自分の方が強いの分かっててマウント取るやんか。めっちゃオールマイトは先生ですよね。先生さ。先生は教師を殴るんですか。あ、逆だわ。え、教師を殴るんですよ。雑誌の人、生徒を殴るだろうがよ。先生同士殴ってんのかそれ。そうだよ、がっつり間違えてんじゃねえよ。じゃあ何も問題ないな、それは。問題ないね。問題あるやろ、別に先生同士殴るおかしいやろ。これも演習さ。あ、そうなの。演習なら何でもありなの。黙るなよ。都合が悪から黙りやがった。今大人の怖いところを見た気がする。確かにな、無言の圧力というやつだ。そういえば一つ疑問があるのですが、ルイの兄さんはルイの兄さんということなんですけど、名前はあるんですか。え、名前。確かにそれは俺も気になってた、はい、ルイの兄さんなんですよね。ルイの兄だ。弟にルイがいるってのは分かるんだけど、お前の名前が分かんないんだよ。俺の名前か。俺の名前は、あ、敵が来た。行くぞ、逃げろ来た。逃げろ。よし、ここは一旦引こう。僕に焼けました。あれ、一人降りてる。あれ今追いかけるよ。じゃあぶっ飛ばしていくよ。ぶっ飛ばして、ブン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 。何なんだよお前たちは。楽しいね。何がだよ。キャラが、ちょっとハンドル握ると人格変わっちゃうんだよね。いや両津勘吉出てくるお前。ブン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 。あのバイクですから、それバイクですからね。ガソスタだ。痛いです。次からは轟さんの車に乗ります。それが一番卑猥だね。卑猥だねって言っちゃった。オールマイト。どういうことですかそれは。だって轟少年に乗るってだいぶ卑猥じゃないか。待って、車が来て。車が来ました。あ、いる。105だ。あれはロボットだ。うまいな。当たり前だ、逃げても無駄だぜ。逃げても無駄だぜ、なんだそれは。わからない、急に何かこのワードを言いたくなった。過去が思い出せないんだ。ここに物資があります。ここに物資があります。すみません、このタイミングで物資をアピールされてもな。癖ですいません。癖。いい銃を見つけると教えたくなっちゃうんですよ。俺のいい銃も教えてあげようかな。それは大丈夫です。あ、そう、それは大丈夫。 M27 だよ。私 AK で行きます。いや、そういうことじゃないでしょ。あるの、こういうのが。 AK で行きます。卑猥だね。嫌だな、そこ使われるの。 AK で行きます。おもが、やおよろつももが行った。本当に変態だね。ちょっと待って、チラッシュしごかんくなった。あ、わかった。あの、このバギーで突っ込めば治るだろ。なるほどな。よし、突っ込むか。いけー、突っ込んでずらせ。ピタッピタッ言うたよ。おいや、俺の個性で何なの。知るかよ。冷たお前。あ、これがお前の能力凍結ね。バイかバカ。笑うなら激しく笑ってくれないかな。いや、自分で言って自分で拾う回収のスピードがめちゃめちゃ速かったな。何か誰も突っ込むことを許せなかったぞ今。早かったです。気がなかったね。隙はないぞー。で、俺の個性何なの。雲でいいんじゃないかな。なんだよその個性は。雑か
お前は先生だろ。いやもう詳しいことはよくわからないよ。そんなこと言っちゃうんだ。まあ、大体その個性とか見た目に出てるってよく言うな。ああなるほどね。俺の見た目か。雲や雲や雲ですよね。雲だ。雲から始まるリズムに合わせて、タンタン糸を吐く、タンタン糸を張る、タンタン巣を作る、タンタン私が来た。自分の主張が激しい。やおよろずやるな。ありがとうございます。やるね。ちょっと怖いのがね、やおよろずね、無言で撃って何も感じないよね。もう当然のごとく。いや、とっても気持ちいいですね。気持ちいいか、よくあかんわよ。よくあかん。もうこれは確信犯だ。あれ、もうこれはやるしかねえぞ。ここまで来たらこれは優勝するしかねえぞ、マジで。ヴィランいたか。どこにいましたか今。いや、めっちゃ近いよ。怖いな。いた。よっ。わあ、負けたー。くそー、95式。え、何。うわあ、95式に負けたー。あとは頼む。やよろせ、指揮を取って。わかりました。おそらく最終位置の建物内にいると思われます。オールマイト。どうしたんだい、緑谷少年。え、緑谷少年、それは致命的な間違いや。おるおる、いた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 。よっしゃ。あ、わあ、やった。1、トゥルトラ。驚きさ、プレステルト。私たちがナンバーワンだ。ナンバーワンね。すげーよ、すげーよ。なんか歌うんだよ。私が来た。オールマイトだ。最後まで動画を見てくれてありがとう。新しく転入してきたルイの兄少年もクラスに馴染めたようで、よかったよかった。しかし記憶が混濁していて、まさか自分の名前も思い出せないなんてな。なあに心配することはない。そんなの人と触れ合っていればいつの間にか思い出してるものさ。次回ミネチャンネル、ヴィラン襲来、爆豪 VS 死柄木、さらに向こうへ、プルスウルトラー。